僕他人より心臓の細胞が少ないっていう状態になってます。なかなかこれ言えないね。はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回は、手術から約1年経ったということで、まあ最近どうなってるんだと、体の方は、まあその近況報告をしようかなと思います。で、あとちょっとね、まあ最近の配信方針というか、そちらも話そうかなと思います。まあこの1年で僕をね初めて知ったっていう方がもしかしたらいるかもしれないので説明すると、まあ去年の10月に僕開胸手術しました。まあこう胸をこうバッて切ってバッてね、あの広げるやつですね。何があったかというと、この胸のこの心臓部分に10センチぐらいのクソデカ腫瘍が見つかったんですよ。まあ、奇形腫っていうね、腫瘍なんだけど。で、手術自体はもう先生がね、もうすごい優秀な方で、もう綺麗に撮って、で、もう無事終了しました。で、今は経過観察で定期的にね、もう、あの、病院に通って検査を受けてる状態です。もう最近のね、こういう手術は、もう大体こう、内視鏡だっけ？こう、横からね、あ、もう胸を開かずに横から腫瘍を摘出するっていうのが、主流なんだけど、ちょっとあまりにね、10センチでこう、もう、でかすぎて、開くしかないってなったんですよ。で、開いたんだけど、今度はその腫瘍が心臓にベタってくっついてる状態だったんですよね。なので、もう心臓をちょっと切っちゃったんですよ。心臓を切って、心臓ごと切って、で、人工のね、細胞をくっつけてる状態なんですよ、今。なんかこう、真っ白ね、豆腐みたいな感じだったんですけど、まあ、こう人工の細胞くっつけて、で、今はもう、特に何もない状態です。まあ痛みもない。まあ心臓って痛覚ないか。まあちょっとこの骨をね、あのワイヤーで縫い付けてるっていうか、こう縛り付けてるんで、それがチクチクする時はあるんだけど、まあそれ以外は特に大丈夫かなっていう感じ。で、僕ね、この手術の2、3年前に、あの、心筋炎やってて入院してるんですけど、あの心臓にまあちょっとウイルスが入って、まあ入院したんですよ。で、心臓の細胞ってね、ダメージ受けると再生しないんですよね。回復しなくて。だから僕、あの、心筋炎でダメ、心臓の細胞減って、で、今回ね、あの、手術で物理的に心臓の細胞が減ってったので、僕、他人より心臓の細胞が少ないっていう状態になってます。なかなかこれ言えないね。私ってちょっと心臓の細胞少ないんですよ、みたいな。割とレアな状態です。ここ数年で心臓の細胞がね、あの、取ってかれました。まあでもね、まだ元気に生きてるので大丈夫です。まあ、個人的にはこの胸の傷もサイバーパンク感あっていいのかなって思ってます、最近は。っていうね、手術が1年前にありました。で、この1年は、まあね、なんかね、言うと、ほとんど半分は寝てました。うん、死んでました。入院して寝込んでて、で、体 もうほぼ動かせない状態でした。なので、あの、コールオブデューティの新作とか、ヴァンガードのこの、秋からこの冬、春にかけての記憶がもうほぼないんですよ、僕、今年。ほぼほぼなくて、なんかもう寝てる記憶しかなくて、寝返りも打てなくて。で、その後、まあ、だいたい3、4ヶ月、5ヶ月ぐらいしてから、ね、手術後はかなりこう自由に体が動かせるようになってきたというか。で、そこからゲーム配信ね、再開したけど、あの精神的になんかおかしくなっちゃってて、結局活動ちょっと休止したりとかして、この1年全然ゲーム配信とか動画とかをね、あんまりしてなかったんですよ。やっててもなんか無理やりやったような感じで、さらに精神がおかしくなっちゃってね、やらなきゃっていうね、こう気持ちで。そして約1年、こう、まあ、やっとね、なんか最近になって、こう、体と、特に精神面が、なんか回復してきたな、すごくこう、ゲーム活動とか、それ以外のことも、お仕事もね、まあ、楽しめるようにはなってきました。いや、ほんとね、もう1年、ほんとご心配おかけしました。そしてもう応援してくれた方ありがとうございます、本当に。今の体の状態は、もうほんと運動もできるし、筋トレもできるし、まあ前みたいな、ダンベルベース40キロみたいなことはちょっとせず、まあ違うやり方で、ね、負荷をこうね、考えながら筋トレやったりして、まあでも結構体は戻ってきましたね、もうほぼほぼ。だけどね、たまにこう、まあ、さっき言ったこう、胸をね、胸骨をね、ワイヤーでこう、まくりつけてるんで、なんかそれ取れないんですよ、もう。だからそれが結構チクチクしたりとか、あとなんか、傷がね、ちょっとね、まあ目立っちゃうっていうところと、あと仰向け、あとね、ちょっとうつ伏せとか、こう、横になって寝るよ、みたいな時、まあ、うつ伏せが特にかな。やっぱちょっと痛いですね。なんかチクチクチクっていうか、するから、まあ、横もあんまり、もうほとんど仰向けで寝てるような感じですかね、今は。まあでも最初の頃に比べたらね、全然痛くない。最初も痛すぎて、もう寝れなかったし、動けなかったので、
本当に地獄だったので、まあ、それに比べれば全然ね、へっちゃらっていう感じなので、まあ、ただね、その再発の可能性っていうのは、まあ、ゼロではないので、まあ、定期的にね、まあ、3ヶ月、最近はもう3ヶ月に1回とか検査に行ってるような感じですかね。そしてね、今後の配信活動なんですけど、まあ、動画、YouTube の動画メインにもちろん上げていきます。でね、配信が、まあ、見てた方だと分かると思うんですけど、この1年配信全然できてないです。で、正直、まあ、動画が得意だったっていうのもあるんだけど、配信がね、本当にできなくて、なんか喋れなくて、YouTube 配信も、あんま全然やってなかったんですよ。なんか本当楽しくなくなっちゃって。特に復帰後とかも、こうエペ配信してね、みんなとコミュニケーションを取ってるんだけど、なんかそれを行うエネルギー量がもうとてつもなく多くて、ダラダラ配信しちゃうみたいな。これだったらやらない方がいいなと思って、配信あんまりしてないんですよね。で、最近になってやっとちょっと配信、する気持ちも出てきたんで、まあ、Twitch でやりながらやってます。で、たまにちょっと気合い入れてやるときは YouTube でやったりも していこうかな、みたいな配信に関してはね。Twitch はまったり、ちょっとね、そのまま動画に残すような配信は YouTube みたいな、そういう方針でいこうかなと思います。で、もう一つあるんですよ。ちょっとまだ、この動画では発表しないけど、最近こうガンダム系のね、動画を上げてるというか、ガンダムオタクをね、解放しちゃってるんですけども、ちょっとね、そのガンダムとこのコールオブデューティーっていうのはこう全くね、ファン層が全く違うので、ちょっとそれに対しての、まあ、対策というか新しいやり方をね、ちょっと考えてるので、まあ、ガンダム動画をもしまだ見たいよって方いたら、ちょっと待ってください。ちょっと、もうちょっとね、もうちょっとしたら何か報告できると思うので、よろしくお願いします。というわけで、最近の近況報告でした。体の方はね、かなり元気になってきたので、ぜひね、他の配信者さんも、ぜひ、ゲームとか、誘ってください。なんか最近、ね、結構マウスもね、結構できるようになったので、ガンエボからこう、マウスをしっかりやり始めて、デバイスちょっと揃えて、まあ、オーバーウォッチとかもね、できるようになったので、誰かいたらやりましょう。というわけで、皆さん本当にね、応援いつもありがとうございます。これからもよろしくお願いします。というわけで、今日の動画もグッドボタンぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, no pain.